斉藤くんの見てみて、ちょっと一回、はい、斉藤くん、はい、行こう。おー、いいね、振って振って、もっと振って、振りたいぞ。あー、動かないし、手も痛い。振るのもきついですよね、結構、きついですね。この腕ないとダメだよ。いや、ほんとね、これのね、理由がわかりますね、これ。おかしいもん。俺が細く見え。ねえ、声めっちゃ細いよ。俺は、子供の手みたいな、比べると。俺も太い方だけど。掴むぞ、絶対に。胸でね、胸で。胸でいくよ。胸でいく。よし。この振り子だけでも実際すごいからね、ほんとに。おー、いい、いい、もうちょいもうちょい。あ、いいね、いいね、いいね。惜しい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 。今一番胸近かったね。ね。うん。今だいぶ、こう、手応えはあった、手応え。あれを、タッチした後はどういう意識なの？もう抱き込みですね。結構持ち手はいいんで、多分、掴むっていう意思さえあれば止まるんで、もう抱き込んで止めるだけですね。あと、ちょっとまだ怖いんやと思います、若干。抱き込みが弱いですね。ここが離れちゃった。少年たちに諦めない気持ちのね、大切さを俺が伝えますんで、はい、ここで見ててほしい。でもあれですよね、これそもそもこれ今会ができたら、そもそも日本人で何人目とかってそういうレベルなんですよね、きっと。そうですね、本番だとほぼいなかったですからね、今回クリアした人3人とかなんで、まだ。なるほどなるほど、そう、同じ人間ができてる人だって。確かに確かに。ならできるよ俺は。じゃあお願いします。よし、行きますよ。よいしょ。もうちょいもうちょい。お、いいね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 。おー、あー、すげえ。おお、見たか、すげえ、見たか、すげえ。気合だったね。ほら、最後気合だったね、完全に。行きました。息切れてる。すごい、めちゃくちゃ綺麗でした。すごい、すごい。よしよしよし。やっぱつかむ気持ちが違いました、ね、気持ちですよ。気持ちでなんとかなるから、大体のこと。すごい、目の前に最強の先生がいますんで。確かに紛られませんよ。